はい、どうも、ワンマンエリックです。さあ、前回はですね、今日までにお供しておりました、ピンプクをラッキーへ進化した後に最終的にはハピナスへと進化しました。さあ、早速ですがね、もう前回の動画でも言いました通り、はい、ポケモンリーグにいます。はい、ただいまの時刻はご覧の通り。さあ、行きましょう。ですが、その前にね、道具とか点検しておきましょう。よし。まあ、ご覧の、あれ。種類に整列。よし。満タンも入れとけば大丈夫しよう。よし。塊1個だときついな。でも、復活層があるから大丈夫しよう。最悪は。よし。状態異常もう全部使い切っちゃう。よし。大丈夫でしょう。よし。さあ、行くわよ。さあ、ガチで何出してくんだっけ、あいつ。あいつが来んだよね、この後。まあいいや。わかんねえけど。その時にしましょう。来た。やっぱり。まあ Nintendo DS 版でもやってて知ってるんだけど、これですね。ほう、腕試しですか。はい、カモン。おお、6体。おお、ごめんね、うち5体だしかないから。あ、やっぱりこっちからか。よし、レントラ発射オーライ発車いたします。お疲れ様でした。もう威嚇か。ご挨拶代わりの特性はもう唐突に日本バレ。バックダウン。褒めらしてやってんだ。え、まさか。あー、出た、タスキですが、これだね。さあ、やってみ。さあ、って吠えると終わっちゃうから、どうしようかな。いや、もう次に。あー、ボルトチェンジでもいいんだけどな。まあいいや、ボルトチェンジ行こう。もうわ、終わってつまんねー。つまんなくない。さあ、何出るかわかんないけど、さてね、もうあらかじめこいつを用意しとこっか。前回の動画で登場した、はい、これね、行くわよ。ギャロップか。あー、ギャロップだったらもうごめん。一旦バックをライ。そらそうだろ、そら言われなくても分かりますよね。はい、エンペルト発射。は熱いな。うわ、炎が上がるだろう、この威力も。うわ、熱い。暑い。カイングルマッチャー、イエーイ。ダブル構成、イエーイ。まあいいでしょうね。さて、どんどん攻めちゃうわよ。はい、どうぞ。さあ、やってみ。さあ、とどめだ。クワゼン、イエーイ。ドダイトスか。うわ、もうこのまま行こう。これはもうマイビンテージ同士の対決だ。さあ、見てくれたまえ。さあ、みんなよく見とけよ。さあ、行くわよ。
ドリルくちばし、それぐらいは対策取るでしょ。わっきたな、これが恐れてきた技だよ。もう逆にもう分かってる人はいいけど、これが恐れてるな、技だな。よし、じゃあね、ピンチヒッターって言ってもあいつがいるから、もう一体これだからね。切り札土台特性の切り札は無垢ホーク発射オーラ。はい、したらツバメ回避、よく持たせてたケースがあったんだよね。まあそれは後々言うけど、まあ勘のいい方はね、コメント欄で言っててください。ヘラクロス、はい、このままいくよ。 5.5 倍ダメージなるぜ。イエーイ、あっという間。フローゼルか、はい、来たね。はい、バックオーライ、レントラッシャーオーライ、おほほ、はい、来た来た来た。あ、そうだ、あれがあった、バックい砕くんだ、パン、イエーイ、イエ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 イ、カビゴンか、カビゴンはちょっともう一か八かの挑戦になるけど、ドローン発射ウライ。どうぞ。さあ、いっか。疑惑だ。キーゴン。最悪はちょっとバックオーダーになるかも、可能性が高くなってきたな。よし、だから一か八かな。自信だー、でーだー、うわー、寝込んでしもうた。よし、ポケモンとの引き綱で跳ね返す、いいこと言いますね。このまま回復は道具は一切使いたくないので、あえてちょっと待って、もうガチンコで行こう。よし、ちょっともう救援も兼ねていったバコライ、10万ボルトじゃねえのかよ。よし、ちょうどいいところで、あ、よし、ちょうどいいところでこの技を使います。犠牲フライです。ははは、意味ないよ。そしたら発射オーライ、はい、おはようございます。
さて、とどめを刺させていただくわよ。スタート。よし、犠牲フライに感謝。まあまあいいところ行ってるよ。お前だって引けてる。入ってら。ちょっと待って。回復するぞい。そしたら行きますが、はい、収録日時はご覧の通りですね。さあ行くわよと思ったらですね、一回ね、なんだっけ、四天王二人目の菊野までね、対戦したんですけどね、申し訳ないんですが敗れました。まあ、詳しくはプラベベチャンネルの動画に上げとく予定でございますのでね、そちらをご覧いただければわかります。まあ、それで、なぜ負けたかというとね、もう分かってる人はいいです。もう、ご覧のね、パーティーなのでね、さすがに勝てるわけねえだろうという、まあ、勘のいい方はお見事です。まあ、勘のいいね、ガキンチョは嫌われます。まあ、それは作者様によっての話。まあ、これだとね、もう、そらそうでしょう。もう分かってる人はそうだよね。まあ、それで、ちょっとそのことで考えたんだけど、天眼山行きます。なんで天眼山に行くかというと、あ、違う、なんで自転車使うんだよ。なんで天眼山へ行くかというとね、実はそうです、勘のいい方お見事ですね。雪のを捕まえに行きます。もうチャンピオンのために、あ、チャンピオンっていうか、もう申し上げている通り、打倒シノラにね、勝つためにはやっぱ必要だということがもう、判明いたしましたんでね。もう、やっぱね、もうそれしかいないんですよ。結局、ちょっとそのことで攻略図鑑、攻略サイト見て、考えたんですけど、もうそれしかいないので、はい、行きます。これね、ちょっと今、それはもういいや。ちょっと先を急ぐぞーい。さて行きますか。どこだ。ちょっともう迷い込んですみません。ああ、わかった。どこだっけ、もう全然わかんない。ここでいいんだっけ。ちょっと手探りですみません。このままだと喫茶店方面の出口だから、こっちは行かない。どこだ。
こだ。ちょっと波乗りで行かないといけないところだっけ、わかんないな。こっちじゃねえか。あ、わかった。一旦戻ればいいんだな。やっぱね、今さっき、まあ勘のいい方はもう何度もしつこいけど分かってる通りね、切り札をね、ゲットしなければもう勝てないということに気づきました。まあ勘のいい方は適当にね、まあコメントにね、綴ってても構いませんが、どこにあるか、やつはどこにいない、やつが生息して、まあいい、あ、そっか。通れねえか。どこに。お、ロックカットですね。それはどっちでもいいので行くぞ。あれって何の出口、違うじゃん。211番か。じゃあどこの出口、あ、わかった、あっちか、わかった。もういいや、一旦白帯から回ろう。もうで、そしたら天眼山に入りましょう。206番回りで。あ、失礼しました、黒金間違えた。こちらの天眼山に入ってきました。そしたら、え、なんだ、あー、失礼しました。もういいや、もう一発で終わらせよ。あ、いや、保衛させたい。ドーダメージで吠えさせちゃう。さて、そしたら切り札が切り札である雪の王がね、生息してるのはあそこなんだよな。あ、いけねえか。あっちか。そうだ、過去道具、なんだっけ、槍の柱行った時のあれかね、おそらくあれ。よし、くしかね。じゃあ槍の柱行った時のあれかな、おそらく。そのね、吹雪が吹いてた山の頂上の方に何かあったよね、山頂の方にね、山頂の方に行けばね、生息してるはずなんだよ。まあ、いけないか。
か。よし、ここで捜索だね。はい、使いません。もう捜索のために入る。さあ、捜索どこだ。切り札出てこい。あ、どっくらい行けば。よし、よし、切り札の捜索開始。ミッションか。ごめんね、ちょっと先を急ぐ。悪いけど、さあどこだ。リフラーはここにいるんだよね。さあ、一旦ね、もう一発吠えてからちょっと確認しましょう。確かここにいるのは間違いないんだよな。これもうチャンピオンへの対決の切り札で、よくよく見たらここにいるのはまあチーズだから、どっかにいるんだね。時間帯は関係なくどこかに現れることはチーズ。さあどこに来るんだ。おお、雪かぶりか。雪かぶりもいたのは分かったけど、これはちょっといいや。レベルアップも兼ね合いで、やよ勝負。ではシャオライ。よし、現れた。これはどっちだ。わかんない。巣だっけ。もう分かってるし、あ、いや、もう表示されるはずなんだけど、どっちだ。おお、巣だ。よし、じゃあやるよ。効かないのは知っている。状態異常を落とさせるためです。あえてね。はい、スタート。うわ、ちょっと上がったな。上がるとちょっと上がりにくいな。うわー、ちょっとでかい。よし、ちょっとこれ回復だからね、気をつける必要が出てくるな。よし、じわじわと回復していくからね。だったらもうこれでしょう。あえて、うん、
わーまだいいよし、ちょっとバックオーライだなこれ。よし、はいはい、ありがとう、あとで回復してあげる。よし、使います。あんまり、使っちゃうとね、いやもう平気なやつ、そう使ってない。そうはね、バブル光線もじわじわと、あー倒しちゃったー、ちくしょう。ちょっともう電気のかけられ、もうちょっと応急処置回復しときましょう。塊もないから、あそうだ、復活を買いに行くか、もうちょっと後で。高いんだよね。あ、おー、もう一体いた。シャオライ。熱か、これは。あ、そっか、もう後ろのあれがチャームポイントだよね。よし、チャンス。じわじわと回復してくるからね。よし、じゃあね、あ、いや、もうモンスターボール使っちゃう、なくなるまで。よし、よし、ダメか。最後だ。ああ。じゃあいいや、もう。ボルトチェンジ、よし、お疲れ。
よし、よし。これでチャンスだな。回復しないうちに。さあ。よし。もうあいつを使うしかないな。準備しとけっていうふうに突っ込まれるかもしれないけど、ちょっともうご了承ください。さあ、近場近ドンピシャー。よし、雪の方ゲットだぜ。よしよし、じゃあ大至急ね、あの復活層を買いに行きがてら回復行くぞ。回復しに行くぞ。はい、つけない。よし、だら、あと100体まで行くぞ。あいつ、ではですね、せっかくいいところですがね、今回はちょっと時間の都合上でここまでとさせていただきます。ではですね、後日ね、なんだっけ、冒頭の、あ、動画の途中でも言いました通り、なんだっけ、四天王二人目の、なんだっけ、聞くのをね、撃破できなかった NG シーンをご覧いただく形になっちゃうんですけど、ちょっとごめんなさい。ちょっとまあ、話してることがズタズタですみませんが、今回の動画はここまでとさせていただきます。さっき言ってた NG シーンに関しましては、後日、プラベベチャンネルであげる予定です。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。では次回はですね、リベンジに向けてこいつを育てます。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や Twitter のフォロー、またプラスイチャンネルでもチャンネル登録や、失礼した。関連動画などご視聴の方よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。